VU でホラー。あら、やだ、もう怖いよ、やんなった、もうやだよ、私。もうどうすればいいのよ、もう。もう怖いわよ、このゲーム、もうやめてよ、もう。やめて、うわっ、死ぬ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 、こんぽい死ぬ死ぬ、もうやだわ、もうあなた、もう本当にありえないわ、このゲームも。あ、いや、もうやだわね。はい、VU ゼロ濡れガラスの巫女。エグです。どうも、ホイトです。ゼロ濡れガラスの巫女実況プレイ、前回、無事最終これがね、今またなんか出てきたんで、これがなんか着せられるようになったんですけど、今回はね、ユーリとは違うこのアヤネというキャラクターをねプレイしていこうと思います。これがおまけシナリオその1、4つあるんですね。はい、片品の紬を発見する。あるイライラ、ゆっくり、久しぶりだからね、ゆっくりこう、ゆっくり、久々だからね。ある依頼を受け行方不明となった少女、紬か、紬の後を追う綾音、ね、少女の残す気配をたどり、配属官一杯フォーショー、一類層じゃない、一類層内に入った彼女、ありえないものと遭遇する。ありえないものって何だと思う？うわ、何これ、幽霊、何こいつ、一のあや、雨のまれびと。はい、これなんかその別のか同じ会社のゲームのねキャラクターだから、格ゲーのね、無限転身。あ、そうそうそう、無限転身流派神門、ほらね、ノックノイチ、あやね、彼女は一人の少女って言った、ひかみ甘い消えた少女、片品紬、当てたやん、当てたの、あっ、当てた、あやねの持つユカリートの先に彼女はいる。いや、お前合ってないよ。何？もう片品のって言ってて、片品の紬って言ってて。てか人の名前だと思わなかった。俺も思わなかった。なんかのものかと思ってた。うん。ただ品って書いてあるから。すげえ名前だな。片品紬。おっ。ダイナミック。闇が濃い。あっ！待って、見たことあるよ。びっくりさせないでよ。今年の積みなんかあれじゃね？そのあれだよ。よすなんかあの日で報告書の中の一人だよ。それよりもびっくりしたから、俺は。もう覚えてる？覚えてない。だろうな。びっくりさせないで。お前には心に残ってねえんだもんな。分かってない、もう。こいつの目がクラピカだもん。そう。クラピカってハンターハンター。そうそうそう。ハンターなんだこれ。忍者こいつ。お前完全忍者だな。紬。ユカリートが示しているのはこの配属官の中のようだ。間に合えばいいわ。いやいや、ちょっと顔見して。ええ。やっぱすげえ胸やべえな。みんなやべえな。これどういう感じで？すごいダイナミックだね。おお、こっちにいるっていう感じ。スパイダーマンみたいになってるよ。説明もなんもねえの。なんかこれさ、カメラとかねえらしいんだよ。あ、そうなんだ。うん。ただあの、じゃあスパイダーマンのあの糸だけみたいな。てか幽霊さえ出てこなければただのゲームになるけど。ただの追ってくゲーム。ホラーゲームでもなんでもなくなるけど。てかさ、こっちに。いやいや、そこに行くのさ、無理でしょ。いや、回っていかなきゃいけない。おお、調べよう。山側からの土砂の流入を防ぐためだろうか。窓には分厚い機材が打ち付けられている。へえ、そういうこと。あ、下行けるんじゃない、そこ。これ下っつうか行けじゃねえか。こいつあれじゃないの、もう忍者だからもうそこら辺登ったりできるんじゃないの。ああ、なるほどね。うん、でもゲーム自体別のやつになっちゃうけど、うん、大丈夫でしょ。お、これ何。あ、これアイテムじゃねえ、なんかあのバイオハザード的なやつかと思った。ハーブハーブにめっちゃ似てんじゃん。なんでなんで今、お、道が分かれている。ああ、これか。これを使って、方向全然違う。あれ、そっちにチュートリアルなんだっけ、紫糸。あ、違う、ユカリ糸。ユカリ糸、ユカリ糸は現在の紬がいる場所への最短経路を示します。ユカリ糸が示す道をたどることにより紬を探します。あっちか、行きましょう。
この上に落ちてない？これゲロ。やめて。このゲーム自体を汚くしないで。てかなんか脇毛出てね。どれ？じゃ後ろ見てみ。ちょ走って。走るよ。うん。どこ？ちょっとねこの脇の後ろからねなんか毛出てたから。そこまでリアルかよこれ。いやマジ。それ忘れてんの。うわーこの人形懐かしい。こいつすげえ懐かしい。こう開けたりしたら出てくるのかな。誰もいないんじゃない。じゃあさこれ見てないよね。なんかさ一番最初の時なんか見てるみたいなさ、うん、あったあった。やめてほしい。ほら脇。あれだわ。何？前に垂れてるなんかが後ろにキュンってきただけだ。だろうな。だってなんでわざわざ美少女にあのキャラクターデザインの人が脇毛描くんだよ。お尻綺麗。彼にするすんねん。こっち合ってんだよな。合ってるでしょ。行きまーす。どんどん行っちゃって。イカリート。え？何それ？違う方だね。違うの？え、何？でも最短距離っつってたからな。な。そこでもう一回使ってみいいかね。こっち使うと。あ、でもまあ、でもやっぱこっちだね。あ、じゃあやっぱあっちなんだ。こっち行きたら間違いだ。うん。やっぱ影見よりかなんか使うスピードが遅い。いちいち伸びていかなきゃいけないから。そう。んで左でしょ。だよな。こっち使って難しいな。特に道を覚えてなきゃダメなんじゃない？これ。こっち？いけないでしょ。あ、瓦礫で道が塞がってる。他の道を探せない。上の階行ってみるか。上の階外出れるか。ああ。ああわかったぞ。こっちから上に行けばいいんでしょ。こっちしか上行けねえよな、確か。行けないはず。わかった、俺。楽しい。あっ！おじゃあ、くの一部って。うん、くの一なんだけど。ね。ありえないものってこの幽霊のことね。おそりゃ倒せねえよな。無理だ。いや傷入ったこと自体がすげえこと。すでになんかやられたような感じなかった。何されてこんなぐったりしてんのこいつ。確かに幽霊に何されたん。気になるな。え、神隠しにあった少女紬の行方を追うくのいちあやね。彼女は氷上山の配属課に侵入するが隔離用の者に遭遇し深手を負った。脱出したアヤネは決意する。あの者たちと戦うには禁断の呪法に頼るしかない。待って、これで一つが終わりました。イエーイ。イエーイじゃないでしょ。はい、これ多分ゲーム変わるで。でもなんかすげえ禁断のなんか刀に呪法みたいなやつさ、そのなんか切りつけるとかさ、もともとこういう忍術使ったりするタイプになるよ。ガタシナ紬の後取り足取りを追う。ありえないもの、それは魂なき隔離用の者たち。気配すらも感じさせない彼らに、アヤネは自らの体に呪印を施し、再び山へと向かう。あ、さっきのやつこれや、これ。あーあの、これなんか背中になんか文字いっぱい書かれて、ほら、これ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 。はーん。これでも結界貼ってるんじゃ、自分に。はーん。なんそれ。隔離屋の者たちに襲われ氷上山から戻ったよね。彼女は闇に対する手段を求めある場所を訪れていた。これがレンさんのとこですね。あ、そうなん。知らん。レンさんも背中に書いてくれるから。あ、違う、レンさんが実はもう背中にいっぱい書いてくるね、呪法。あいつやべえじゃん、マジで。あいつやべえ、マジでやべえじゃん。すいません、じゃあここはちょっとダメでしょ。ここはちょっとちゃんと右場所に行きましょう。おほほ。
あなたがこの痛みに耐えられるというのです。完璧レンさんじゃない？うん、レンさんではない。痛みには慣れている。いいですね。姉が嫌いか。自分が嫌いになったか。なら大丈夫。これで強くなれる。かっこいいな。この人かわいいわ。かわいいな。つむぎさんかわいい。つむぎさんもかわいいけど、あやねかっこいいな。これで強くなる。うん、いつ前やったんだよ。前の方見たかったな。この痛みに耐えてる顔がね、マニアにはたまらないよ。素晴らしいっすな。右下に書いてあるカタカナのダじゃね。これはこれをお持ちなさい。ええ、そのウルトラマンの変身具みたいのなんで。違うでしょ、これも完璧やん。スターウォーズに出てきたの剣でしょ。ライトセーバーウォンウォンって戦うから。霊石刀だって。あ、今答え言ってたの？うん。あ、違うんだ。俺どう見てもウルトラマンの変身するときにしか使えない、使わないように見える。スターウォーズのあれなんじゃこれ。なんだこれ。インコーモン。それピー入った方がいいじゃない。これ何？じゃ違うの？陰陽とかじゃん。陰陽門。秘術者を死の世界とつなげる呪法。これで奴らの気配を感じ取り、こちらの気配を断つことができる。ほう。で、使い方は？使い方。おおおかっけえ。何それ、どうすんのこれ。はい。え、これ写真撮れんのこれで。これどういうこと。どこでボタン押してんのこの人。ね、ボタンあったの。お気配を感じる。なるほど、前とは違うようだ。チュートリアル、レイフィラメント。レイの気配、カッコレイフィラメントの色により、レイの状態がわかります。青、気づいていない状態。レイがエネの存在に全く気づいていない状態です。いわゆるヘッポコです。黄色、操作。すいません、目障りな音が入りました。目障りじゃねえ。聞き障り。耳障り。耳障りな音が入りました。はい。黄色、操作状態。霊がアイヌの存在を、気配を感知している状態です。アイヌの姿は見えていませんが、音を立てると気づかれやすくなります。赤、気づいている状態。霊がアイヌに完全に気づき、襲ってくる状態です。霊に近づいて歩く。バカかよ。おい、完全に見えるよ。でも青だよ。本当だ。あ、後ろ向いてる。走らず、音を立てずに進めば、影のものに気づかれることはない。だが、続けて、これを使う。あ、これ使えば、バレるんだな。どうやらユカリートの気配には気づくようだな。奴らが気づく前にユカリートを収めなければ。敵はこちらの音に気づきます。気づきそうな敵がいたら敵から離れて立て止まれまと。厄介だな、せっかくだ。こいつを試してみるか。チュートリアル、霊石刀。来年が霊に対抗できる唯一の手段です。霊石刀の光を何度か浴びせることで、
霊を一時的に行動不能かっこスタン状態にすることができます。倒すことはできないんですね。また力を貯めて一気に解放することで一撃で霊をスタン状態にすることも可能。ああさっきの俺が使ったやつか。キピョンって言ってたでしょ。スタン状態は一定時間で解除されますが霊は綾乃を見失った。霊石刀で霊をスタンさせ先に進みましょう。前を構える、はい構えました。X で構える、はい。心はこう捉えてこれで、はい。マール気づかれてしまった。そりゃ気づく。少しは効くようだがもっと力を込めた。はい、ストライク。オッケー。で、今行った方がいいんでしょ。で、影の者の気配が薄れた。今のうちに駆け抜けるか。走っている間、陰陽度は回復しません。レートの距離が離れたら走るのに回復しましょう。あ、右のやつがそれか。なるほどね。なるほど、この状態があまりバレない状態ってことか。いいっすね。いいっすね。で、まあ多分さっきみたいに階段のとこ行って、そう、あ、影の者のケアが消えた。この霊石刀と陰陽門があれば紬を助けられる。はい。おってか、おい、もうポロ、これポロリ期待だぞ。すごいポロリ期待だぞ。そうだね、今思えば結構あれだよな、全然あれ露出しまくりだよな。うん、これちょっと頼もしいですね。はい、そこ登って右です、ね、てか案外敵出れこねえんだな。あ、いる。あ、こちらに気づいてないようだ。いや、ここはやり過ごすか。霊は N の音を察知します。立ち止まっているより歩いている状態は霊に気づかれやすく、弾いている状態さらに気づかれやすくなります。霊が通り過ぎるまで立ち止まってやり過ごし、歩いて2階向かう断然です。はい、動かなきゃいいですね。だよな。音を立てないように歩いて移動する。いや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 、立ち止まってやり過ごす。あ、近づきすぎるとダメなんだな。はいはいはい、なるほど。オッケー。なんかゲーム変わってない？だいぶ変わったけど、だいぶこっちの方怖いんだけど。バレた時のやつ、感じる3体か。霊に近づきすぎると立ち止まっていても陰陽度が減って気づかれてしまうんです。霊をやり過ごせない場合は静かに近づき霊石と、あー、はーい、ちょっと待って、トマツどこにいんの。そこの奥だな。こっちにはいないね。あ、こっちか。でもこっち行かなきゃいけねえんだよな。いるよ、普通にいるよ。いや、これ無理じゃね。めっちゃこれなんかゲーム的に怖いんだよ。あります、神聖取ってやり過ごすしかないっぽいね。あ、こいつはまだ大丈夫か。こいつはスタンさせなきゃいけないんじゃない。こいつ大丈夫じゃね。あ、スタンさせる。こいつさせといた方がいいと思う。行ってみるか。行くよー、よいしょい。で、一回回復するまで。でも、いやいやいや、敵一人気づいてるから行こうかめん方がいい。キョ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 、今誰にも、やばい、黄色状態。オッケー。近づきすぎずにゆっくり移動しろという感じのゲームでございます。はいはいはい、はい、でもあれだね、一番最初スタンさせたところの右側に行かなきゃいけないんじゃない。あっちに確か出口あるよね。え、そうだっけ、こっちじゃね。そっちだっけか。こいつも貯めて撃ちますと。その時にもう駆け抜けちゃいましょう。一人気づいてるやっぱほら、あ、ここだ。ごめんなさいね。はいはいはい、こっち行き、急げ急げ。オッケーで、こっちの扉確かね開かないんだよ。このアイテムあるでしょ。うん、アイテムある。おっ、何だっけ、鏡石、鏡石、鏡石だね。の方が響きが、ここ開かない多分。奥、こっち来たことねえぞ多分。はっ、いや、ちょっと待って、それ無理じゃね。おい、これ普通にスタンさせるしかねえだろ。はい、オッケー、行きましょう。かっこいいな。行きましょう、急げー急げ急げ、オッケー。で、こっち合ってんの。ユカリート使いてえけどさ、使ったらバレるんだよな。霊多くね。めっちゃ少ないところで使わなきゃいけないんじゃない多分ね。相手がいい。これ一回使ってみるよって。はぁ、ダメだ。はぁ、動かなきゃ大丈夫っしょ。なにこの数、来た。
やスタンさせなきゃまずいと思うぞ、あいつ。やばいな。まあ、ゆっ黙ってれば、うん、これでも近づきすぎるとダメなんだよな。敵が近づきすぎてるとバレるんだよな。やばい、何それ。ちょっと話せってバカ、やめろって。二人いる、二人いる。それおかしくない、それおかしくない。あたんじゃえい、出口が逃げよう逃げよう逃げよう。走り方がかっこいい、トモロ忍者くのいちって言ってる、うん、走り方が物語ってる。急ぎましょう。どっち行くの。とりあえずこっち行くか。一回全員スタートさせる。いや、こっち行ってみよう。行くの。やばい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 、やばい、いけるいけるいける。そこがめっちゃ細い道でさ、進んだらもう何、こっち合ってんの。ちょっと何してんの。何それおかしくね。開けて、なんですぐ閉まんの。早く、もう来てるって。いけ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 、こっち合ってんのか分かんない。当てる当てる当てる、いけいけいけ、合ってる。うわー、ケイロ。あいつ気づいてなかった。うん、いや気づいてるんじゃね。いや、黄色なってないから。いや、なんてる。ほんとやね、バレてる。おラッキーちゃん、よっしゃ。はいはい、ちょっと怖い怖い、こっちの方怖い、こっちの方怖い。マジで誰戦えねえんだもん。確かに。ああよかった。まあ、一回ここで一回終わります。はい、はい、こんな感じでした。終わります。来週もまた見てね。うん、来週、うん、わかんないけど。じゃあみんなありがとう。さよなら。バイ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 。